ボートレース唐津のスポーツニッポン杯シリーズ4日目の戦いスタートしました。インから1号艇の安田スタートを決めましたが、4角から4号艇の峰もスタートを決めている。さあここはまくり先制で4号艇の峰竜太、そのうちまくり差し飛び込んだ5号艇の原豊斗、5号艇の原に対して全速線放つ4号艇の峰ですが、ここはうまく待った5号艇の原豊斗が前へ出ます。5番4番ゴールイン、2番ゴールイン。競艇フリーダムでは競艇エンタメ情報を発信中。さらに LINE 限定で競艇で稼いでいる方法を公開中。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。こんな風に稼ぎたい人は動画の説明欄かコメント欄をチェックしてね。